魚雷を搭載した特4式内過程。竜巻作戦は太平洋戦争期に日本海軍が計画した特4式内過程を利用した奇襲作戦である。竜巻作戦は日本海軍が太平洋戦争後半の1944年4月から5月頃に計画した水陸両用戦車を用いた奇襲作戦。魚雷2本を搭載した。 特4式内過程は、潜水艦に搭載され、マーシャル諸島の干渉に設けられたアメリカ海軍、機動部隊根拠地まで進出。潜水艦から発進後、産後章を越えて、小庫に侵入、停泊中の敵艦隊を来撃するという作戦。黒島亀と軍令部、第2部長が構想を取り上げ、連合艦隊も、アゴー作戦の一部として、作戦を検討した。 だが成功の見込みがなく、5月12日に作戦延期発令。実施されなかった。日本海軍は潜水艦搭載用の水陸両用戦車の研究を行っていた。1942年6月上旬のミッドウェー海戦敗戦後、軍令部は離島に対する奇襲や上陸作戦などに使用する目的で輸送用潜水艦を建造することを要望した。 この輸送用潜水艦は、大発ハ艇や水陸両用戦車を搭載する予定だった。軍令部は8月24日に定義、10月21日に改めご計画の追加として、軍令部部長から海軍大臣宛ての将棋が発せられた。これが、e、E361 型潜水艦である。同時に、水陸両用戦車の開発も行われ、特に式内過程と、 特3式内過程の研究が進められた。これとは別に、クレ海軍高商造船部実験部の堀、元美技術少佐も、ガダルカナル島工房船の戦訓から、水陸両用の貨物運搬艇を研究していた。あり合わせのディーゼルエンジンで、馬力の割に車体が大きく、水上速力は4ノット程度、砂浜で使うことを前提とした。これが、後の特四式内過程である。 堀本美はガダルカナル島戦集結により足を持った運河艇も棚上げだと思っていたところ知らぬうちに18両が生産されていて驚いたと回想している竜巻作戦の発想については明確な資料が少ない本作戦の起こしは魚雷を搭載した水陸両用船車による敵艦船への奇襲であった魚雷を搭載した水陸両用船車は 潜水艦によって敵機動部隊の根拠地まで輸送され、産後障害で潜水艦から発進。湾に張り巡らされた潜水艦防止網のリーフを超えるため、島諸部に上陸した後に、再び潜水し、証拠内の白地にあるアメリカ艦隊を攻撃する。軍令部潜水艦担当作戦会員、藤森康夫中佐は、このような構想は、ガトー撤退の直後から、 従来の成功法に対しもっと奇襲作戦を考えようというのが、出発点で防戦網を乗り越えて攻撃できないかと考えていた。18年末頃、クレ渉の公案を知り解く4式内過程の実験を行い、一応の成果を得たという。また、吉松田守中佐によれば、ケゼリン来航直後の朝6時半頃、黒島亀と軍令部第二部長に呼び出され、 大発に魚雷を積んで、リーフを越えて攻撃する案を突然言われた。黒島部長の構想は、潜水艦9隻に、各2隻ずつ積み木集作戦を実施するもので、4隻、試作し、好評的の搭乗員を重当し、情け島に、旧基地を作り訓練を開始したという。これらの階層から、 特4式内過程は藤森部員の発想をマーシャル在白の米機動部隊攻撃のために黒島亀戸部長が取り上げ実験するに至ったものと選手総書は推測している。1944年1月末アメリカ軍はマーシャル諸島への進行を開始し2月上旬には同地区を勢力下に収めた。日本海軍の一大拠点トラック白地は 米軍機動部隊により壊滅的被害を受けるに至った。潜水艦部隊の第六艦隊は従来の機関カトリア新機関の平安丸を喪失した。3月14日、旅44潜水艦はメジロ艦章を偵察し、戦艦や空母を含むアメリカ艦隊や飛行場の存在を報告した。猛威を振るう、米軍機動部隊への反抗計画の一環として、大本営は 現場ミノル中佐を中心に、オス作戦を立案した。この作戦では、機動部隊による航空作戦とともに、特4式内過程による敵機動部隊白地機襲を予定していた。真珠湾攻撃では、特殊戦工艇を投入したが今時期では、通用しないとみなされ、産後省を乗り越えて、来撃を観光するという計画になったのである。3月22日、 高松の宮信人親王は、呉に到着、練習巡洋艦鹿島に上艦して、海軍兵学校卒業式に臨席した後、ピキチや呉海軍交渉を視察、特4式内家程を含む、各種兵器の説明を受けた。3月26日、有作戦を立案した、源田実大佐は、山本近尾軍令部一課長と共に、空路で、横浜から、 パラオ諸島の連合艦隊司令部に移動、大本営の作戦を説明した。連合艦隊側の反応について、原田は、若干批判的な空気だったと回想し、山本は、連合艦隊司令部は、計画に同意して、早速具体的計画の立案に取り掛かることになった、と回想。また山本は、有作戦実施予定日は6月7日だったと回想している。 翌27日、二人はパラオを出発し、マニラと台湾経由で東京に戻った。しかし作戦検討を行う間に3月31日の海軍オツ事件が正規。混乱のうちにオツ作戦案は消滅した。海軍オツ事件以後も特4式内過程による白地奇襲作戦は継続され、当初は Z 対作戦と故障。 続いて、流漢作戦と解消された。第六艦隊司令部は、従来から、サイパン島転進を検討していたが、流漢作戦のためトラック白地から内地に帰島、特設潜水母艦つくしまるに、正規を掲げた。4月26日、本作戦について、中部太平洋方面艦隊司令長官、長雲忠和中将は、情勢に適応しないとの理由で反対を表明した。 5月3日、新編された、連合艦隊は、軽巡洋艦を淀に、正規を掲げた。同日、連合艦隊司令部は、竜巻作戦発動を命じた。勇敢部隊の攻撃目標は、敵機動部隊の航空母艦、または、特設航空母艦と、加齢された。作戦に従事する潜水艦は5隻、このうち36以外の4隻は、瀬戸内海に集結。 5月6日頃より、広島県呉市の酒島、後に、対岸の倉橋島の秘密基地で、約800人が、実戦訓練を受けた。この中には、戦艦道の区爆ンから生還した、神別府の武器隊員も含まれていた。道の区爆ン後、神別府隊員は、海軍水雷学校へ転勤して魚雷艇艇長の、講習を受け、特4内科定の要因を命じられたという。だが、 各部隊の連合訓練で特4内科艇の欠陥が露呈する。原型は砂浜で用いることを前提にした貨物艇だったため、考案者も第6艦隊司令部も絶対に成功の見込みはないと判断、故意に予備実験を不成功にしたという。実際にエンジンの強音、低速、キャタピラが小石で破損するなど欠陥が浮上する。 第6艦隊の意見具心もあり、連合艦隊は5月12日に作戦延期を決定した。竜巻作戦の延期に伴い、第6艦隊司令部は予定通り内地からサイパン島へ進出することになった。高木長官、通信参謀、公開参謀は6月6日にサイパン進出。参謀長、西名構造少将、参謀長、島健之助少佐。 機関参謀は、畜士丸に残って、潜水艦の訓練と整備に従事した。第六艦隊司令部は、サイパン島地上戦に巻き込まれ、高木長官は戦死した。上別府隊は、人間魚雷海天島上院に転じ第一次、原作戦における11月19日の移動第37潜水艦沈没時に戦死した。その後、 特4式内過程突撃隊なる部隊が編成され、フィリピン戦に投入予定だったという。輸送船が沈められて半数は、全滅、残部隊は、宮崎県渋市付近で、本土決戦に備え、終戦に至ったという。ありがとうございます。